いつものプラヨショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年式 BMW320i グランツーリスモスポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所に飛び石、フロントに線傷、右フロントドアエッジ、左右リアフェンダー、左ミラー、左フロントドア、右フロント以外の3本のアルミホイル、リアバンパーに傷、またボンネットにへこみ傷がございます。走行距離に関しましては約3万3000キロ走ってるお車です。外装色はブラックサファイア、インテリアはブラックファブリックシートが採用されております。扱いやすいサイズ感ながらも高い実用性、クーペ車両のような美しいルーフラインを持つ 320i グランツーリスモスポーツでございます。こちらのお車に関しましては3シリーズのコンパクトな車体でありながら5シリーズにも負けない圧倒的な存在感を放つ1台となっております。エンジンは2リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は184馬力でございます。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されております。夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元に関しましては純正の18インチアルミホールが装備されております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックファブリックシートが採用されております。運転席助手席非常に良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されております。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはエコプロ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードが用意されており、エコな走りからスポーティーな走りまで幅広くお楽しみいただける1台です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。今回は2014年式 BMW320i グランツーリスモスポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万3000キロ走ってるお車ではございますが、内装面良好なコンディションを保ったお車です。普段使いやレジャー仕様などにもお使いいただける 320i グランツーリスモスポーツでございます。こちらのお車に関しましては184馬力を発揮するエンジンと8速のオートマチックシフトにより街中でもストレスなく走行していただける1台です。また純正のハードディスクナビゲーションやバックカメラ、クルーズコントロールなどにより快適性もしっかりと確保されたお車です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。